勝てる試合だったというか、まあ、先に点取られたんで、うん、まあ、あの厳しい展開になりましたけど、まあ、チュンソンが厳しい時間帯で決めてくれて、まあ、その後逆転できるチャンスあったんで、まあ、勝ちたかったですね、はい、まあ、みんなの精神力がその勝ちたいという思い一つで今日できてたと思いますし、まあ、本当に勝利まであともう少しなんで、まあ、ようやく長い遠征も終わりますし、広島帰って、はい、次は、まあ、また長2日で試合があるんですけど、まあ、しっかりそこで勝ち星を挙げて、はい、みんなで喜んで、勝ち試合を、ね、とにかく増やして、最後まで諦めずにやりたいなと思います、はい、お疲れ様でした。あと一つです。夏場もあと一つです。